がかゆい。カズさん、ろうそくありがとう。おはようございます。皆さん、水曜日も頑張っていきましょう。きっともうお仕事向かったりだったり、まあ今起きた方もいらっしゃるかもだけど、もうお仕事向かったりしてる方が多いと思うので、頑張っていきましょう。水曜日もおはようございます。おはよう。北斗高さん、シルバーのハートありがとう。そう、皆さんもしよかったらチャレンジからもらえるシルバーのハートをゲットしてください。そしてソラハルームに投げてくださると嬉しいです。カイトさん、かわいい、ありがとう。アラームが鳴って起きたら配信が始まって、あ、いいね。それはもう一緒に準備しましょう。そらもう、今日何するか予定決めてないんですけど、今日こそはお買い物に行きたいという欲があるので、もう早くにもう準備をしとこうと思って、この配信はみんなとゲットレディウィズミーみたいな感じで一緒に準備をしようって感じの配信にしたいと思います。もう準備して、もうお仕事をやってるとか、もうお仕事向かってるよって方多いかもしれんけど、おはようございます。そう、早起き成功しました。おじいちゃんが6時半ぐらいに起こしてくれて。ゆきさん、ハートありがとう。シルバーのハート。 BKB さん、シルバーのだるまありがとう。おはよう。ヘルムビーゲさん、シルバーのだるまありがとう。エイランチさん、かまちゃんさん、ミルククラウンさん、よいさん、ありがとう。シルバーのだるま、かまちゃんさん、とうとうありがとう。おはようございます。そう、一緒にやろうって、用意しようって。お風呂で配信見てる？めっちゃ広がるやん、私の声が。わーわーってなってない？なんていうの、お風呂場ってさ、エコーみたいになるよ。あれなってない？朝4時に仕事終わった。お疲れ様です。お疲れ様です。そらは昨日は1時半ぐらいに寝ました。いつもより早いけど、昨日よりかは遅い。昨日は12時半に寝た。ねえねえ、皆さん、もう花粉症って味わってますか？もう一昨日ぐらいから、一昨日じゃない、名古屋でイベントがあった時から尋常じゃないぐらい、もう鼻がかゆくて、みなみさんとは一緒にこれは花粉症だって話して、みなみさんもね、もうしんどいよねっていうお話をしてたんですけど、もう花粉症って始まってますか？秋の花粉。もう病院行かないといけない。季節変わり目の風邪。これ季節変わり目の風邪なの？私もしかして、めちゃめちゃ早く鼻かゆかゆマンなんだけど、これは風邪なの？これはもしかして。おはようございます。もうね、鼻目もかゆくなるの。早い。まだこれは違う、花粉ではない。ただの風邪もしかして。おはようございます。もう私は鼻がかゆい&目がかゆいので、もうすでに何、鼻を洗いたいというんですか、目を取って洗いたいみたいな表現あるじゃないですか、あれになってます、すでにね。おはようございます。花粉って住んでる場所によらない？
まあ確かに、でも名古屋城の時はワンチャン花粉だった気がする。なぜかっていうと、もうめちゃめちゃ周りに木とかがあったから。関係ない。数字押しさん、ハートありがとう。花粉は一年中違うのが飛んでるって聞いたことがある。あー、なるほどね、なるほど。おはようございます。ブタクサ、私はブタクサなんですよ、花粉が。ブタクサ飛んでますか、もしかして。もう飛んでる。私はブタクサと杉系なんですけど、確か。あとなんかもう一個、もう二三個くらいあったけど、あんま覚えてない。めちゃくちゃ名古屋城めっちゃ木とか草とか生えとったから、それからなんで、帰りぐらい、行きはなんともなかったんだけど、そう、帰り終わってパフォーマンス終わって、なんかタクシー乗るまでの準備とかしてる間に、待って、鼻がかゆい、目がかゆいと思って、だから鼻ジュルジュルしとったら、ゆなみさんに花粉症に、花粉症って言われて、あ、私花粉症の人ですって言ったら、みなみも一緒って言って、頑張ろうね、今年も花粉と戦おうねって言われたけど、もう花粉飛んでるのかと思ってた。まだ、まあ地域によるのか。日立さん、号さん、ありがとう。シルバーのだるま、まあそんな花粉にも負けず頑張っていきましょう。はい、おしつと下地が終わった。コンシーラー、消していく。何の花粉か、知ってますよ。もう私もでも春も秋も結構花粉症っていうか、目かゆくなったりとかするから、本当にね嫌なんですよ。だからちょっとあったかく、若干あったかくなってきたりとかした時が一番やばいよね。だからそれまでに、なんか病院行ってちゃんと、なんかもう事前に花粉が始まる前から病院に行っときましょうみたいになるじゃないですか。いや、もういけねえと思って、毎年毎年忘れて、毎年花粉苦しめられる。事前に行くのが正しいんですけど、こんなんいけねえよと。みんな言ってるんだろうけど。クックさん、なるまありがとう。鼻水くしゃみが始まる。いや、確か田舎になるほどね。でもやっぱもうだんだんと花粉が伸び始めてるのかな。おはようございます。そう、薬局で鼻うがいのやつ売ってる。私薬局とかあんま使ったことないよね。あの病院に行って行くんですけど、最近はちょっと行けてない。今年はまだ秋のね、花粉症になったことないの、めっちゃいいやん。ならない方がいいよ。まあなりたくてなったわけじゃない、自然となったから。でも花粉症も遺伝とかあるのかなって思うんですけど、お父さんがめっちゃ花粉症なんよね。お母さん、母さんどうだったっけ、わかんないけど、お父さんめっちゃ花粉症なの。パパか。お兄ちゃんとか花粉症だったのかな。私は中学2年生から花粉になりました。
なんかなんでかわかんない、何きっかけかとか全然知らんけど、めちゃくちゃその花粉症の時期にもうとにかく鼻が痒くなったんよね。鼻と目がめっちゃ痒くなって、でお母さんに言ったら花粉症じゃないって言われて、病院行ってなんかアレルギー検査したら、その花粉のところになんかあのビーみたいな赤くなって、で検査していったらそのブタクサとかがなんか花粉アレルギーになったらしくって、14歳からアイドルになる前、本当に14歳ぐらいからだからもう6年間は一緒に共に暮らしてる。でも花粉症って気づいたらなくなるっていうか治ってたりとかするって聞いたことがあるから、私はその治る日をマジで待ってる。花粉症やな、めちゃくちゃ。遺伝関係ないの？マジ？遺伝かと思ってた。天然うなぎさん、数字おっさん、ありがとう、シルバーのなるま。もう、マジでね。あの、花粉症の方、一緒に頑張っていきましょう。もう花粉症じゃない方もね、いつかなるかもしれないから、気をつけていきましょう。気をつけても何もないけど、本当になんかないけど、もうなったらなったでもどう花粉症になりたくないと思ってても、もうなるもんはなるからあれだけど。おはようございます、にゃんにゃにゃん。アルフォードさん、シルバーのだるまありがとう。おはようございます。今日7時半ぐらいにおはようツイートをするぞって意気込んでます。勝手に最近っていうか朝起きれる時がないので7時半ぐらいにおはようツイートをします。よろしくお願いします。忘れないように気をつけます。おはよう、とりあえずさん、シルバーのだるまありがとう。おはようございます。夜勤が終わったよって方はお家に帰ってきてあれかな、お風呂入ったりとか、もう逆にもう寝ちゃったり寝ようってしてるかな。お疲れ様です。お仕事、そう、皆さんもきっと行ってくる時間だったり、今から電車乗るよって方だったりかな。お仕事頑張ってください。X が有料になるかも。え、でもなんか言われてましたよね、 X が有料になるみたいな。昨日の夜めちゃくちゃ調子悪かったんですけど、あれみんな調子悪かったんですよね。私本当に調子悪くて、またなんか、あ、なんだっけ、なんか API みたいな、なんか制限かかったこれはって思ってたら、なんかみんなトレンドに Twitter 調子みたいな、 X か、 X 調子みたいな書いとって、あ、これは私だけじゃない調子悪いのと思って安心じゃないんですけど、昨日はみんな調子悪かったよね。私はもうやばいやばいやばいと思ったけど、まあ、でもこれは依存してるから一瞬違うアプリに乗り換えようと思って、そう、あのお洋服とか見てるアプリ、お洋服とかを見よったらいつの間にか治っとって、寝る前に英語さしちょっとして見たんですけど、いいねの調子が悪かった。あ、そうなんだ。私検索してもなんかハッシュタグそら通信で検索しても、
検査結果ありませんみたいなの出てきて、え絶対嘘やんと思って、いや昨日とかも夕方までいっぱい空通信あったのに検査結果はありませんは嘘やんと思って、ええってめっちゃなってたけど、そう寝る前にもう一回見たらちゃんと戻ってきててよかったです。マジで私 TwitterX をめちゃくちゃ使用するマンだから、みんなからの返信それで見てるからやばいやばいってめっちゃ焦りました。おはようございます。今はメイク中です。今日はお母さんとお買い物に行きたいんですけれども、どこに行くか全く決まってません。本当に決まってないんだ。どこ行きたいのって言われて、でも私分かんなくって、本当に兵庫県、あなんで分からないかっていうと、あの兵庫県お出かけするどこがいいかが本当に分からないのは、その物心じゃないけどもうずっと小学生ぐらいからやっぱ剣道を習い始めてからこうお出かけとかをねしなくなったんですよね。でね、お出かけとかしなくなって、お洋服とかももうそんな別に買わなくなったんですよ。お洋服もう毎日のように稽古してるから、で買わなくなったプラス、そのもう中学2年生ぐらいから広島に行ってるので、その分かんないんですよ。もう変わってるの、地元とかもね結構変わったりとか変わってるから、もうなんか前まであったスーパーがもうなくなって、なんか住宅街になってますみたいなとかも全然あるから、でどこで今時の子は買い物をしているのか分からなさすぎて、でお母さんにこういうのがあるとこってどこって言ったんですけど、記録スルーされてました。昨日の夜にこういうのを売ってるとこどこですかって、私は こういうところに行きたいですって言ったんですけど、記録スルーされてました。おはよう、ヘラヘラさんありがとう。シルバーのハート、お仕事行ってらっしゃい。皆さんお仕事行ってらっしゃいです。みんながお仕事をしている間私はのんびりと過ごします。ですが明日からかな、分かんないけど、お仕事がまた再開するので頑張ります。あさって公演だ、そうだよ、あさって公演だ、花だれ公演めっちゃ久しぶりに出る、自分の生誕祭ぶりか、全然久しぶりじゃなかった。でも言うて1ヶ月ぶりか。前回のありちゃんさんとあやパンの生誕祭は出てなかったから、約1ヶ月ぶりに出演します。じゃん、まゆげ、おはようございます。おはよう。今日は特に何をするかは決まっていませんが、朝からしっかりメイクをしております。本当だったらユニバに行きたいところですが、なんかめっちゃ天気悪い今日、暗い。ユニバには行きません。昨日の夜とかはぶっちでユニバ行こうかなとかしたんですけど、ようよう考えたら確かに一人でなんだろう、ユニバとかって行くとさ、こうシングルライダーだからスイ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 行けるけど、こう終わった乗り終わった後とかに楽しかったねとか、えこれすごいねとか共感できないじゃないですか。これ美味しいねとかそういうのを共感できない、一人で行ったら
だからやっぱ私は一人でテーマパークは行けない。だから早く誰か行こう。ユニバ。でもユニバ仲間のアーナはね、この前いとこと行ったってね、ブログに書いてて、あずみはあのくるくると行ったって書いたから、誰と行こうかな。でもバセとずっと行こうって話してるんですけど、あのこう行ける日がっていうか、お互いがねバラバラの日に日程だったりするから、お仕事、私が休みの時はパセがお仕事してて、パセがお仕事の時は私が休みとか、同じ選抜メンバーではあるけど違う仕事だったり、日が同じじゃなかったり、同じ仕事でもするから全然いけない。バンジェラモンスターさん、プロプンテさん、ハートありがとう。おはようございます。福さん入ってありがとう。ね、イミニーさんの卒業コンサートの抽選結果、そう昨日もコメント教えてくださってたんですけど、今日時々だ。みんな11月3日グリーンアリーナに来てくれるかな。おはようございます。北斗の高さん、ハートありがとう。その時こそエクスポストするのよってなるほどね、確かに行きませんかって。おはようございます。見てください、はじめはマジで誰だ、あなたは誰だっていう顔してたけど、だんだんとアーシャに近づいてきたんじゃないですか。アーシャよりもしかしたらメイク濃いかもしれない。アーシャはナチュラルメイクだから、でも今は全然ナチュラルじゃないから、ナチュラルメイクではないから、ちょっと逆にアーシャより濃いなみたいななるかもだけど、皆さん7時半におはようツイート、おはようポスト押しますので、よろしくお願いします。昨日のノースリーブのは見てくれたかな。ノースリーブ、ノースリーブとお別れしたくないよっていう、あの写真を、写真全然悲しそうではないけど、ノースリーブの写真をポストしたんですけど、11月4日楽しみます。せやね、オンライン、オンラインお話し会楽しもうね。皆さんあのオンラインお話し会とか直接お話し会とかツーショット写真会とか、あの申し込んでくださった皆さんで当選メールが来た方は、あの22日金曜日10までですので、忘れぬうちによろしくお願いします。話せなくなったらね、今のその申し込みしてくださった方はそれで終わりじゃなくて、多分手続きお願いしますっていうメールが届いていると思うので、よろしくお願いします。え、何月までノースリーブでいるんだろう。でもなんかコメントであったんだけど、なんか上に羽織れば大丈夫ってコメントがあって、あ、確かに秋は薄手のものを羽織ればいけるし、なんかノースリーブの中にあのちょっと分厚めの何かを着たりとかしたら着れるやんと思って、いいやん、着れんこともないノースリーブ。
でも去年とかもね、去年より前とかも、まあ、チラチラノースリーブとかは着よったけど、こんなにもノースリーブを着たのは初めてなので、ノースリーブの魅力を知った夏でした。おはようございます。皆さんお仕事行ってらっしゃいです。頑張ってください。ソラハのノースリーブは見れんくなるの？そうだよ、もうちょっとで見れなくなっちゃう。そう、ノースリーブ納め。え、どうなるの？気温が20度ぐらいになったら、さすがに20度ぐらいになったらもうノースリーブ単体は寒いかな。そのなんか上に羽織っとかないと。20度は寒そうじゃない？なくなっちゃう。おはようございます。ノースリーブ納めもしないといけない。何月までノースリーブ？え、でもとりあえず9月はノースリーブいけるんじゃないかって自分の中で思ってます。9月中はまだノースリーブいけるけど、もう10月半ばはさすがに無理じゃないかなって勝手に思ってます。おはようございます。確かにコンサート、そうユミリーさんの卒業コンサートの次の日がね、オンラインは初日なので、ユミリーさんの卒業コンサートの感想も聞きたいですし、多分きっと10枚目シングルの MV とか公開されてると思うので、そちらの感想も聞きたいし、楽しみだな。みんなどこでできるの？確かにホテルはもう10時ぐらいにチェックアウトだもんね。その後どこでどうするかによって決まっちゃう。みんなポストするよ。お、すべきこと大事です。年越しまではや、そりゃ大変だ。ポスト。共栄っていう金額でしたが、支払い完了しました。ありがとう。その分たくさんお話できると思ってワクワクしときます。おはようございます。11月くらいまでノースリーブ活動しそう。できるかな。まあ、確かに中とかにね、本当にさっきも言ったけど重ね着とかすればいけそう。おはよう。皆さんポストしたよ。ポストしたよ。ぜひ見てください。お仕事頑張ってください。ファイト。キノピーさんのブローさんハットありがとう。女子は冬でもミニスカ履いてますから、ノースリーブだったらいけるでしょ。ミニスカとノースリーブ、ミニスカ履いてもロングブーツとかさ、タイツとか履いてるからいけるけど、どうだろう、いける？ノースリーブ相当な気がするけど。ありがとうカイトさん、シルバーのだるま。10月も暑かった。あ、本当に。でも暑い間はノースリーブ着れるか。暑い間はね。さすがに寒くなったら無理やけど。あとレッスンはノースリーブで行けるかも。家からそのレッスンするところまではさすがにね、なんかアウター着てスウェット着て行くけど、
踊ってたら冬でも暑くなるから、暑くなったらそのスウェットとかパーカーとか脱いでノースリーブになるか。おはよう、また夢見てた。お、いいね。ちゃんと寝れてるのかな。夢見るときってさ、頭の中が動いてるってことだから、みんな寝れてるか心配になっちゃう。皆さんおはようポストしたのでぜひチェックしてください。年中いける。帝国さん、シルバーのドラマハートありがとう。おはようございます。そう、セーラー服。鬼軍曹さん、離島の木の上さん、ハートありがとう。冬コート脱いだらノースリーバー、めちゃめちゃ元気すぎる。めちゃくちゃに元気じゃん、そりゃ。めちゃんこ元気。考え事してたからめちゃくちゃフル回転してたかも。考え事しながら寝てたら確かにもう大変なことにさ。 X じゃんけん勝ちました。え、何それ、どういうこと。空がパーだったからみたいな。あれは本当はおはようございますじゃなくて、なんか一緒に学校行くにしようかなと思ったんですけど、いや、おはようの方がいいかと思って。おはようってあんまり私おはようツイートせんから。朝起きんから。お仕事がある日とかは、あとなんか予定、朝から行動する予定がある日は起きるけど、こう何もない日っていうかな、プライベートでも何もない日とかは結構朝起きるのが遅いから、おはようツイートあんまりできないから、おはようと書こうと思って、おはようと書きました。おはようございます。アスパラさん、シルバーのだるまありがとう。今日は1時半に1回くらい1回目が覚めながら寝てました。私は逆に1時半に寝ました。遅って感じなんですけど、ちょっと遅めな時間帯に寝て、広島いるときは2時3時なので全然そう思うと早いんですけど、一昨日はめっちゃ早く寝れたからいい感じだったけど。おはようございます。あ、多分今小学生たちが学校に行きよる気がする。めっちゃ声が聞こえた。いってらっしゃいな、頑張ってね。私は学校すごいね、勉強が苦手だから、別になんか別に嫌いではないけど、頭に全然入ってこなかったから、なんか学校行くのは給食楽しみにしてました、小学校の時は。でも小学校の時の勉強って簡単じゃないですか。さすがにソラハでもできたんだけど、もう中学からが問題よね。で、私はそのアイドルになるまではね、その兵庫にいたから、全部の授業にもちろん参加してたし、あのもうめちゃくちゃバカかって言われたら普通の頭だったんですよね。バカすぎないけど賢くもないみたいな、本当に超中間だったんですよ。ずっとテストの順位とか
テストの点数とかもその学年の中で中間ぐらいだったんですけど、そのアイドルになって広島に引っ越してからやっぱり自分はアイドル活動を広島にしに行ってるから、アイドル活動をね何よりも最優先にしない当たり前だけどでしてたからマジで勉強についていけなくて、もうそっからもうおバカどころじゃないバカさんになりました。おはよう博士。いや博士はあれはね四字熟語がね全然理解ができなかった。四字熟語国語なんか文章問題とかなら良かったんだけど、文章問題じゃなくてめちゃめちゃ四字熟語とか書いてたっけ。で九知学力テスト、偏差値、偏差値普通だった。あとお兄ちゃんがめっちゃ賢かったの、だから多分頭のね良さお兄ちゃんに吸い取られたんだと思う。めっちゃって言ったらえってなるかだけど、なんか普通にずっとなんかテストのその200何人中ずっと20位とか、そのずっとトップだったので 理数が得意だったからお兄ちゃん、なんか一回理科で1位取ったことあるみたいな、数学かな理数得意だったからどっちかで1位取ったことあるみたいな、その頭を私にくれ私は本当にバカすぎて、あの理数苦手な上に別に国語とその文系が得意かって言われたらそうじゃなかったから、お兄ちゃんの頭脳がマジで羨ましかった。同じ道を歩んだんだと思うんだけどね、私も一緒に真剣ゼミやってたはずなんだけどね、いつの間にかお兄ちゃんはもう私の先を走りすぎていたなんかありそう、なんかありそうじゃない、私の先を歩きすぎていた。よしメイク終わった。朝ごはんはサラダを食べます。このあと配信終わったらのんびりお話しよう。みんなもきっと車で出勤する方はねブーンって今エンジンかけて車の中で聞いてくれたりとかしてると思うんですけど、電車出勤の方は電車でガタンゴトーンって揺られながらもしかしたらイヤホンで聞いてくださったり、逆にねちょっと今日はお仕事遅めだから今起きてさっき起きてご飯食べながら聞いてるよとか、夜勤終わったからあの子守歌系なソラハの声を聞きながらベッドに入ってるよって人もいると思うんですけど、9月20日水曜日頑張っていきましょう。頑張ってー、もう出なきゃだよね。行ってらっしゃいです。お仕事お仕事配当一発。真剣ゼミは漫画読んでやった気になった。あーでもわかるよ、わかる真剣ゼミ。でも妹もね真剣ゼミ